メガネライター藤井隆乃がお送りするメガネ流行通信。人気アイウェアブランドの2020年秋の新作をいち早く紹介。スペックエスパスは山岸誉、毛利勝弘、斉藤健二の3人による純日本製にこだわったサバエブランド。空間を生かしたデザインの機能性アイウェアが男女を問わず人気です。オプトディオ代表山岸です。斉藤です。モールです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。新作について教えてください。はい、じゃあまずこちらのキッズサイズのモデルになります。まあ、今までのスペックエスパスと同じような作りなんですけれども、サイズの方をしっかり小さめの、まあ、小学生の子たちも、しっかりかけてもらえるようなサイジングで、リサイズしてデザインしてあります。ポイントとかってあるか。はい、ポイントとしてはまあ、お子さんかけてもちろんずれにくいというのはあるんですけれども、前回前々回ぐらいから、こちらのラバーの方ですねをしっかり畳んだ時にこう引っ掛けられる形状に、修正したのと、あとはパッドですね、こう安全なようにこう左右つながっているキッズ用のパッドというものを採用しています。これって結構、ね、激しく顔を振ったりするから品ですもん、たまみたいですね。はい、でしっかり頭でホールドしてくれるので、まあ、顔を振っても全然、ずれることはなく、まあ、よりノーズパッドも調整しやすくなっているので、調整してもらえれば、非常に掛け心地がいいフレームになっています。実際強度近視のお子さんが、小学校6年生のお子さんが、まあ、テニスで使いたいということで使われてるんですけど、本当にストレスなく快適に使ってる。ずれなかった？全くずれない。お、はい、報告受けてますね。じゃあ次のモデルなんですけれど、こちらの新型になります。ブロータイプの、フレームになるんですけれども、今までもブロータイプのフレームで展開していたんですが、今まで全部1枚のシートで構成されてたんですけれども、今回レンズを支えてる、これでいうちょっとゴールドの金属ですね、とあとブローの部分っていうのを完全に別の金属で作ることによって、よりこう、まあ、サーモントといいますか、ブローらしさを強調させたフレームになっています。カラーリングを重視して、前のブローは、表と裏のカラーが違うというふうな感じで、正面からかけた感じは一色で見えるんですけど、まあ、ブローの部分だけ別のカラーになると。でどちらにしてもレンズの方には負荷はかからないようになっているので、はい、もうレンズ面は全く動かずにエスパスの構造でやってます。でラバーもまた引っかかる構造でこういうふうに固めるので、これだけの表面ですけど、まあ、よりこうエスパスらしい立体感とか、はい、まあ、こう包み込むような形状で、うん、仕事でも使えるのかな、うん、視界はいいですよ。ありがとうございます。すごいスッキリしてますね。さっきこう収納でこう引っ掛けるって言ってましたけど、はい、この部分気にならないでしょ。そうですね、思ったよりさっぱりというか。あとブリッジがやっぱ効いてますね、切り替え。そうですね、はい、ヒンジレス専用のケースになります。ヒンジレスフレーム自体は少し畳んだ時が大きめになるので、なるべくその大きさが気にならないような形のケースになっています。次のモデルなんですけれども、リムレスですね、ワンポイントと呼ばれるタイプになるんですけれども、ワンポイントなんですか。はい、ワンポイントのメリットって何ですか。はそうですね、まず従来のナイロンであったりフルリムと比較すると、やはりフレームとしてすごくシンプルな印象でかけてもらえるというのが大きいです。あとはやっぱりこの横ですね、サイドの部分がどうしてもナイロールだったりフリムであったりすると、リムが回っていたりナイロールの糸が回っていたりということで、デザイン的にもどうしてもこうスッキリとした印象っていうのはやっぱりこのワンポイントの方が一番スッキリ見せれるかなということで今回展開しました。でよくあるリムレスというとやっぱりツーポイントですね、こちらのヨレ側の方にもネジつけて締めてもらってっていうことなんですけれども、スペックエスパスの特徴としてレンズとフレームがしっかり分離した状態でこうかけてもらえるということなので、よくある2ポイント特有のネジが緩むとかっていうトラブルっていうのはかなり起きにくい仕様でかけてもらえるかと思います。ワンポイントだからフレームのカーブとかがレンズに行かないっていう
そうですね、エスパスのこの、構造としてもフローティング構造っていうのがあるので、はい、どうしてもやっぱりワンポイントで止めてフリーにしたいって、レンズに負荷がないようにしたいということでワンポイントのフレームを採用してます。まあ、こう玉型見てもらって分かるようにちょっとクラシックに振ったポストっぽい感じですね。柔らかく、男女とも柔らかくかけていただけるかなと思うんですけど。おー、すっきりしたな。普通のメタルリムとかシートメタルのあのリムのフルリムタイプに見えますね。サイドがすっきりしてる。あ、そっか、レンズのその小刃のラインがない。ないようなと線でも。そうですね。そこもやっぱりすごいすっきり見えるので、よりシンプルにまとまった感じでかけてもらえるのかなと思います。グレーはこんな感じです。おー、ちょっとマットな感じとこちらツヤリ、うん、あ、全然違いますね。そうですね、はい。ツヤリの方はよりこのレンズの小刃もちょっと光るっていうのもあって、よりツヤ感が出るかと思います。こちらの新型のモデルになります。フロントはアセテートのコンビネーションになっています。フリッチ色違うのはどうですか。はい、あのフロントのアセテート自体がこうラミネートの生地ですね。あのフロントから後ろ側に、はい、あのこう何層かに分かれているので、こちらのカラーフロントネイビーなんですけれども、ネイビーの部分だけをこう削り落として裏側のこのベージュのカラーを出しているというタイプになります。そういうさっきのブリッジとは違うんですね、はい、そうです。はい、削り落として裏側のカラーを出しているという仕様になります。玉型は結構大きいですね。はい、今までのアセテートフレームではなかったようなサイジングで、横も下もしっかりボリュームを持たせたサイジングとなってます。あ、なんかいいですね。普通にだけのサイズはちょっとやっぱり見たことないです。そうですね、はい。他の色とかもちょっと男性におすすめのこういう表がブラック、はい、でグリーン、あ、そんな感じになるんですね。はい、こちら最後のフレームになるんですけれども、フロントのより薄いナイロン系樹脂で、作られたコンビネーションのフレームになります。ナイロン樹脂のにした理由ってのはより薄く、表現できるという強度的なところですね。あと変形がしづらいということもあって、あ、アセテートとは違う質感にはなりますけれども、より軽くかけてもらえるフレームになっています。ナイロン系樹脂はアセテートよりも比重が、軽いので、より、まあ、前にプラスチックがついても軽く感じれるフレームになっています。まあ、こういう頭部を抱え込む構造になってますので、まあ、マスクとの相性がすごくいいっていうユーザーさんの声もよく届いてるんですね。あれですね、細いしストレートのテンプルだからあんま引っかからないですよね。このね、エスパスのこう抱え込む構造と、うん、マスクの耳かける、はい、この部分がこう干渉しないので、あ、なるほど、よく引っかかります。そうですね、ストレスなく使っていただけるかなと。ちょっとマスクを外したら一緒に目が引っかかってモチって結構あります。まあ、エスパス全てこういう構造なので、うん、いいですね。今の時代おすすめいたします。チャンネル登録もぜひ。